庄内両枠水路は、埼玉県かすか市を流れる巡洋河川である。地域によっては、庄内領、中丸水路、新堀川とも呼ばれている。江戸時代、現在の佐手市東部から、昭和地域北部を中心とする栄省内領と呼ばれる地域は、中島用水を、基幹用水とし、そこから分流する中用水、合大用水、根用水によって、水が供給されていた。 庄内両悪水路は18号水路、東排水路とともに、これら用水路の流域の排水路として整備された。洪水時の排水不良対策として、中川合流点付近に排水機場を設置する計画がある。野村橋に、新堀川の表記がある。AB、平成22年3月定例会 -03、月16日から09号。 w w w k a s u k a b e s h i g i k a i j p 2 0 2 0年5月25日閲覧32番市内の一級河川と巡洋河川管理区分カスカベ公式ホームページ2020年5月12日閲覧カスカベオラナビ公開型地理情報システムカスカベ公式ホームページ 2020年5月12日閲覧。カスカベ市社会教育課。省内寮の養水。排水概略図。新編図録カスカベの歴史その67。schit.net。2020年5月13日閲覧。ゴガモンドイ。深田ソフト。2020年5月12日閲覧。ありがとうございます。